馬券。はいはい。まあもうメインですよ。もうこれからやってもいいぐらいだったんだけど。いやじゃあこれからやれるべきだった。でもこれからやったら多分わかんないでしょ。1回目スパルタ、2回目優しい。今日またスパルタ持ってます。今日が一番きつい。で、馬券、馬券。はい、すぐ、主語言うな。あと一番わかりやすいと思います。単勝。1着のみです、はい。これが2着でも3着でもダメです。花さん2着でも半分くれたりとかしません。もう一番シンプル。一番シンプルなんだけど、もっとシンプルで、もっと当てやすい馬券があるんです。ああ副賞、そう副賞は3着まで OK、まあ、7等以下の時は2着まで、そう2着まで、ああ少なすぎる、だから当てやすい、はいはいはい、非常に当てやすいんだけど、副賞の場合今副賞元返しはあるよね、あります、単賞は100円買えばなんかうまいこと調整してくれて 1.1 倍が最低、うん、だから副賞の場合はもうやっぱり条件が緩いから倍率ってどうしても下がるもん、一番人気の副賞なんて買ったって 1.1 倍とか、100円買ったって10円しか返ってこないよっていう馬券だから、当てる感覚を楽しみたいんだったら俺初めに買うのは副賞がおすすめ。単服、まあ、これが基本。はい。まあそうですね。単と服っていうのを覚えておいてください。ここから何個か馬券を言います。はい。単はもう厳しい。1着のみ。うん、副賞、これは3着までです。1等を買うっていう。そう、1等です。馬券ですね。ここまで。1等を買う馬券っていうのがあります。え、2頭を買う馬券っていうのがあります。2頭を買う馬券。馬れ。馬れ、そうですね。馬れ。馬番連勝。と、もう1個。馬単。まあ、まあ、これを2つ説明しましょう。馬連っていうのは、どっちがどっちなんだろう。1、2着の馬を当ててください。順不動です。1着 A、2着 B だった場合、うん、馬連の場合は、A、B っていう馬券を買ってたとしたら、この着順が、入れ替わっても当たりです、はい、が馬連で、馬団っていうのは1、2着を順番も当ててくださいっていう、だから単っていうのはもう順番関係ある、 A、B、 これが B、A ってなった場合馬連は当たりだけど馬単は外れになっちゃう、だその代わりオッズは上がる、順番も関係あるのが馬単、だからロト3でいうとストレートとバラで買うみたいな、あでもそういうこと、もう一歩2頭買うっていう馬券がありまして、ワイドは分からない、ワイドは、拡大馬番号連勝複式勝ち馬投票法、昔小錦がコマーシャルしてました、ワイドいる情報さ、ワイドは1着から3着に入る馬のうち2頭当ててください、副賞みたいな、そうワイドは順不動です、上位3着に入る2頭を順不動で当ててください。2等を選ぶ馬券はこれで終わりです、ね、終わりですね。あ、まだあった。2等というか、あ、なるほど、2個選んで買う馬券が1個だけあります。それが枠連。枠番と馬番というのがありますよ。1枠1番、はい、スイープ投手。1枠2番、セカンドの星。これが1枠。あ、はい、2枠3番、ラグレスロマニ。2枠4番、ドルチェリモーネ。これが2枠で、枠連でじゃあ例えば1、2っていう枠連を買ったとするじゃん、はい、1着スイープ投手、2着ドルチェリモーネ、はい、でも当たりです、もっと言ったら2番のセカンドの星、はい、これが1着で2着、ラグレスロマニでも当たりです、その枠の中の馬がこれ1着2着、これをじゃあぜひ買ってくださいって言うとしたら、はい、今までの説明意味ないじゃん、帽子の色でしか、うんうん、禁止、もうこんな禁止禁止で、でも例えば1枠にいいやつと2番目にいいやつがいた場合は可能性高いから、戦術としてはありなんですけど、うん、今回は禁止です、はい、とりあえず2等を選ぶ馬券はこれです、あと2つ、これはもう割と単純です、まあ、これが一番ね、なんかこうまあ言えばみたいな、そう3連単醍醐味みたいなとこありますよ、ね、3連単、100万超えます平気で、服ってことは順不動、単ってことは順番が必要ですということはそういうことです、1、3着、これはもう1、2、3着順番が必要になってくるのが3連単だから、一番予想が難しいからオッズも上がります、3連服は、まあ、1、3着ここに余計なのが1等も入ってくる余地がないから、まあ、難しいっちゃ難しいけど、まあ、3連単よりはオッズは下がります、まあ、あの予想のしがいがあるのは3連単、これがバチって当たった時めちゃくちゃ気持ちいいから、今回どれ目指すみたいなのがあるんですか、任せろ、
でもそしたら3連単したいよね。あ、じゃあそれでいこうか。じゃあ、丸亀くんはフェブラリーステークス3連単です。早っ。ここで決まんの。軽く言っと聞きたいんですけど、Win5 は、普通に、競馬場では買えません。ネットで馬券を買いますよっていうのを登録してる人しか投票ができません。で、これは JRA が指定する5レースの1着を全て当ててください。で、これが当たるともう億超えます。億超える時があります。興味があったら、で買いたい人がいたらどうぞっていうやつです。